いやスマホ戻ってきてよかった。とりあえずね iPhone X、 まあ保証、携帯保証で戻ってきました。助かりました。こんにちは、矢川です。このチャンネルでは、Vlog、DIY、ガジェット紹介なんかの動画を作っております。よろしければ、チャンネル登録、ベルマークオンをよろしくお願いします。さあ皆さんね、新型コロナウイルスの騒ぎでいろいろね不便な生活を続けているかと思うんですが、もうかなりね感染が広がっているようにも見えますし、踏ん張りどころというところもあると思いますので、まあ我慢してね感染拡大防止に協力していかなきゃいけないと思います。で、僕はというとですね、もともとまあリモートワークが中心の仕事の仕方をしているフリーランスなんで、まあ、あんまり影響ないといえばないんですけども、まあ、やっぱり子供が休校になって家にいたりとかですね、あとは僕というよりはどちらかというと周りのクライアントさんの状況が変わったりとかいうところで、まあ、やっぱりかなり影響がありますね。で、まあ、Vlog 撮ってる人は痛感してると思うんですけど、まあ、こういう感じで家から出られないとなかなか普段の、様子といっても変わりがないので動画のネタがなくなってくるんですね。で、今までまあ定期的に撮られてたあの Vlogger さんもなかなか動画が出てこなかったりとか、その辺も厳しいところなんですが、まあ、せっかくこうやってね家で動画撮れるような環境を整えたんで、なんとか動画作っていきたいと思っております。で、今日なんですが、ネタというネタでもないんですけど、この頃ちょっと不幸な出来事が続いておりまして、まあ3つほどちょっと近況を報告したいと思うんですけども、まずですね1個目は、物もらいに先日なりまして、今はもう治ったんで腫れもないんですけど、右目ですね、右目のまぶたのところが腫れてきて、なんだろうこれみたいな違和感があったんですけども、まあ、違和感があるぐらいだったので、まあ、痒くもないし動かさなければ痛くもないっていう症状だったので、まあ、様子見ようと思ってたんですけども、まあ、翌日になったらかなり腫れてきてしまったので、これはまずいという感じだったんですが、ちょっと不運にもその日がですね祝日で病院どこもやってない状態なんで、まあ、そのまま1日過ごして、まあ、その次の日にですね病院駆け込んだんですけども、まあ、結果としては物もらいということでした。で、この物もらいっていうのもね原因が結局細菌が入っちゃったりとか、まあ、この目の粘膜のところだと思うんですけど、目の涙腺とかですねこの辺の、ところに、細菌が入っちゃって、まあそこが腫れてしまったりとかいう形になると思うんですけども、やっぱりですねこういうのにかかるタイミングっていうのは体が弱ってるというかね免疫が下がってる時になりやすいっていう話をお医者さんがしていたので、まあちょっとここのところの騒ぎで自分自身もちょっと疲れ気味だったっていうところもあるんで、まあそれでかかってしまったのかなと思うんですけども、まあ早めに病院行って、薬とですね飲み薬と目薬もらって、やってたらですね、まあ、2、3日ですぐ治ったので、まあ、それに関しては良かったなという感じですね。で、2個目なんですけども、これもまた不幸な話で、メインで使ってるクレジットカードですね、ビュースイカなんですけども、それがですね不正利用に使われたっていうことで、止めてしまいました。で、急にですねちょっと電話がかかってきて、なんだろうっていうところで、まあ、そのビュースイカの、サポート窓口からの電話だったんですけども、まあ、海外から766円の決済があったんですけども不審だったので止めましたというような連絡でした。で、まあ、海外の、まあ、買い物 EC といっても、まあ、場合によっては海外のサイトから購入して個人輸入するとかっていうのもありえますし、例えばウェブサービスとかだったら海外の住所になっているものっていうのもあると思うので、まあ、ありえなくはないかなと思ったんですけども、まあその金額とタイミング的に特に思い当たるところがなくてですね、いろいろ調べたんですけども、やっぱり自分じゃないだろうというところで、まあ、不正利用だったというところで、
まあ、その決済自体も有効でなくて、カード会社の方で止めてますし、まあ、それ以外に今のところは見つかってないので、実質的な金額の被害っていうのは全くないですけども、まあ、カードがですね、事業用でメインで使っていたカードになるので、まあ、ちょっといろんなウェブサービスとかですね、登録し直しをしなきゃいけなくて、それがまあめちゃめちゃ面倒くさかったんですけども、まあ、つい先日、まあ、カード止めて1週間くらいですかね、新しいカードで番号変わったものが届きましたので、それで一応もう登録し直しも終わって、ようやく普通に使い直せるかなという感じです。で、一応スイカの機能もですね、そのカードにチャージして使ってたんですけども、こういう、まあ、失効というか、なくしたとか壊したわけではなくて、不正利用でカード再発行の場合は、そのままスイカの、チャージ金額とかは持ち越してくれるということで、まあ、その辺はちょっと面倒なかったんですけども、やっぱりカード番号の登録し直しとかで、ね、ちょっと面倒くさくて、まあ、あんまり頻繁に来るのは困るなと思うんですけども、まあ、やっぱりカードを使わないわけにはいかないので、この辺はちょっとね、気をつけながらやらなきゃいけないんですけども、皆さんもちょっとね、毎月あんまり明細見てない方もいるかもしれないんですけど、クレジットカードの、明細はですね、ちゃんとチェックした方がいいです。はい。で、前置き長くなったんですけども、今日のメインはこいつです。iPhone X なんですが、こいつがですね、動かなくなってしまったんですね。まあ実際はですね、水濡れですね、水没までいかないんですけど、水濡れで電源がつかなくなったっていうことだと思うんですけど、まあ最近の iPhone って、まあ、防水性能が結構上がっていて、例えばこの、iPhone7 あたりから僕の使っている iPhone X とか iPhone XR あたりの世代までは、まあ、防水性能が IP67 っていう等級になってて、一応それがですね、スペック上は、最大水深1メートルで最大30分対応してますっていう性能ですね。まあ、内容的には生活防水っていう形になると思うんですけど、で、それよりさらに新しい iPhone ですね、例えば、11とかになってくると IP68 等級というのになって、水深に2メートルとか4メートルぐらいで30分大丈夫ですみたいな、まあそういうスペックになっているんですが、まあ、あくまでこれ完全防水とは謳ってなくて生活防水っていうことなんですね。なので、防水してますと言いつつ水濡れで故障してしまった場合はこっちの、責任になってしまうということですね。で、まあ油断してというか割と大丈夫だなと思って割と僕お風呂で使うんですね。お風呂で、スマホで動画を見たりするのが、結構習慣になっていて、 Netflix とか Amazon プライムとかと YouTube とかね、その辺の動画を見てリラックスするのが結構唯一の楽しみという感じだったんですけども、まあそれが明らかに原因だろうということで、今後は気をつけなきゃいけないと思うんですけど、一応ねこの水濡れになってしまった時の対応として、すぐねケースをまあ、なんかケースしてる場合それ取ってちゃんと水分を拭き取って、で乾燥剤とかがあれば乾燥剤にビニール袋一緒に入れてしばらく乾燥させるっていうのが今鉄則なんですけど、ちょっとね今乾燥剤がなかったんで密閉できるビニール袋に、お米を詰めてですね、でそうすると乾燥剤と同じ効果が得られますの でそれでまあしばらく見てどうかなっていうところだったんですけども、まあちょっと 2日ぐらい丸2日ぐらい、乾燥させたんですけど復活まあしなかったのでちょっと諦めてですね、今度はまあこれを、保証で交換するというところに、なりました。で交換なんですけど、僕はですねこの iPhone X にしたタイミングで、ドコモの携帯保証っていうのに入りました。で、まあ、Apple の例えば他の製品ですね、MacBook Pro とか、まあ、お仕事で使っているようなやつっていうのは、Apple の保証ですね、 Apple Care というのに入っていたりするんですけども、 iPhone の場合は僕は、携帯保証に入りました。で、なんでそうしたかというとですね、ドコモの携帯保証の場合ですね、月額で言うと多分760円ぐらいずつ、支払って
して、この保証に入るんですけども、多分 Apple Care に関しても同じぐらいの値段ですね。で、何が違うかっていうと、この保証期間なんですけども、Apple Care の場合は、2年間しか、この保証の、期間を延ばせないですね。ドコモ携帯保証はこの機種を続ける限りこの同じ保証を継続できるので、まあ、2年過ぎても大丈夫っていうところですね。まあ、今回というかこの iPhone X にしたタイミングで、まあ、いつもは2年おきに結構変えてたので Apple Care でも良かったんですけど、まあ、今回に関してはちょっと長く使うかなっていうのを予感していたので Apple Care じゃなくてドコモの携帯保証に入ったんですけども、まあ、ちょうどですね2年過ぎたところで今回の事件が起きましたので、まあ、この選択は良かったかなというふうに思ってます。で、今回の保証を使った交換なんですけども、料金としては、1万1000円でした。まあ、これ機種によったり違ったりするかもしれないんで、その辺をちょっと調べてみてほしいんですけど、 iPhone X の場合は、1万1000円ですね。で、さらに、この保証のですね申し込みをネットでやると1000円割引になるということで、まあ、1万円になると。で、さらにですね、ドコモの、保証になりますので、支払いがドコモのですね毎月の支払いに入れられるっていうのと、ドコモポイントも使えるんですね。なので溜まっていたドコモポイントが4000ポイントぐらいあったので、それで、引くことができて、まあ、実質6000円ぐらいの負担で、新しいものの交換ができました。で、交換をですね申し込んだらもう翌日ぐらいに実は届いたので、まあ在庫があるかどうかっていうのもあると思うんですけど、まあすぐ対応もできて良、かったなと思います。本体が届いたらですね、あとはまあ新しい iPhone の移行とかするのが多少めんどくさいんですけど、今回ですね古い方の iPhone が全く電源入らない状態になってしまったので、移行するにもですねバックアップから取るといってもそんなにこまめにバックアップしてないっていうのと、あとはですね iCloud からバックアップ戻すときにこの iPhone の設定でですね iPhone というか iCloud ですね、iPhone を探すっていうのがオフになってないとバックアップから戻すっていうのができないらしいんですけども、当然古い方の iPhone を操作不能なのでその iPhone を探すをオフにするっていうこともできないんですね。で、これでまあもう無理なのかなと思ったんですけど、まあ、後から調べたらですね実際その、携帯保証の、まあ、保証で、新しいものが送られてきたところに移行の手順、まあ、復元の手順みたいな紙が入ってたんですけど、ここにも実は記載がありまして、もし、まあ、古い機種が使えない場合は新しい iPhone で、iCloud にログインして、でその iPhone を探すから、そこに登録されているその古い方の機種をですね、デバイスを削除っていうのをやってあげると、オフになるというところが分かりましたので、まあ、実際はそれやってからバックアップから戻すみたいなのができたら、戻せたかもしれないんですけど、実はですね、まあ、ちょっとそれ気づく前にもう新しい iPhone のセットアップし始めてしまったので、実際はこの辺使わなかったっていうところになります。で、 iPhone のセットアップとかあんまり何回もやるようなものではないんですけど、まあ、基本的に必要な情報ってもうクラウドの方にバックアップはされてたりするので、僕の場合の連絡帳はですね Google の方に同期をかけてますので、電話帳のデータは、Google のアカウントを連携したらすぐ戻りましたし、まあそれぞれのアプリをセットアップしなきゃいけないっていうのはちょっと面倒だったんですけど、まあ、その辺、入れてたアプリとかっていうのも、App Store の方に、保存されてますし、そこから復帰すれば一応、まあ、一個一個設定はいるんですけど大丈夫ですし、まあ、ちょっと懸念していた、LINE ですね。 LINE はちゃんと引き継ぎやらないとアカウントを使い直せないんじゃないかと思ってたんですけど、意外とですね復旧させて、復旧というか、LINE をアプリ入れて、登録していたメールアドレスアカウントでログインしたらですね意外とすんなりログインできてしまって、元のトークも、復元できたので、まあ、とりあえずそれで新しく一からリセットっていう感じで、治りましたというところで事なきを得ました。本当助かりました。まあ、あとはですね、ちょっと今まだ貼ってないんですけど、だいたい買うとですね、ディスプレイに、まあ、ガラスが割れないようにフィルム貼ったりすると思うんですけど、
前回実はですね、この iPhone X、一回ジーニアスバーに持って行って修理したことがありまして、あのディスプレイタッチしてもですね、変なところが押されちゃうとか、タッチが効かないみたいな不具合があって、一回ディスプレイ交換してるんですけど、その時にですね、一回フィルム買い直したんですが、何かの予測を、まあ、何かの予感があったのか、2枚入りっていうのを買ってたので、実はあの買い足さなくてもフィルムがもう1枚余ってるんで、ちょっとこれからこれをつけて、完全復活かなという感じです。で、僕が買ってるのは割と安くて、一般的な何だろう、2マソっつうのよくわかんないんですけど、この2マソってやつの2枚入りのやつを買ってるんですけど、まあ、いわゆるシート型じゃなくて、あのちょっと固めのガラスみたいな、ちゃんとあの反発する、プレートみたいな状態になっているやつが、空気が入りにくくていいかなというところと、まあ、今時こういう感じでずれないようにガイドが入ってたりするので、これつけて貼ってあげると大体間違わないかなと思います。さあ、というわけで、やっぱりね、室内でただ話すだけっていうのはなかなか厳しいかもしれませんが、ちょっと不幸続きの最近の、日常なんですけども、まあなんとかね、やりくりしてるっていう感じで、まあ、今回はちょっと iPhone X の話でしたけど、できればね、あの保証ちゃんと入った方がいいので、その辺はね、あの検討、してください。ぜひ、あとはですね、仕事で使う機械ね、あの Mac とかあの PC もそうなんですけど、基本的には保証とか入った方が、長く使うときはいいと思いますので、その辺は検討していただければと思います。さあ、今回の動画はこのあたりです。引き続き、まああんまりペース上げられないかもしれませんが、動画上げていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で。